羽生結弦、フォトメッセージ集第2弾発売決定。人々を魅了する言葉に迫るご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。プロフィガスケーターの羽生結弦選手の56集、羽生結弦 56II ピアが10月3日に発売されることが決定した。2015年刊行 羽生結弦ゆずに続くフォトメッセージ集の第2弾となる羽生選手は、オリンピック2連覇、グランプリファイナル4連覇、世界最高得点の獲得と更新、前人未踏の4回転アクセルへの挑戦などフィギュアスケート選手として数々の偉業を達成。7月19日にプロ転向を発表し、アスリートとしてさらなる挑戦を続ける決意を表明した羽生選手の言葉は、輝かしい戦績と共に人々を魅了している。 記者会見やインタビューなどで語られる言葉はいつも真摯で率直だからこそ人々の心を動かす。同書では、羽生選手の2015から16シーズンから21から22シーズンの言葉の数々を厳選、印象的な写真とともに収録。進化と成長への挑戦、悔しさを超えた勝利への執念、王者としての孤独。 応援してくれる人々への感謝、そして希望を力に変える思いが込められた言葉を振り返るアスリートとして、人間として成長し続けることを目指す羽生選手が、進化に挑み、戦い続けた競技生活の集大成となる5、6周となっている羽生結弦ファンが期待する 4A 成功、マリニンに先越すチャンス、香港メディア、香港メディアの香港01は2日、米国のフィギュアスケート選手、イディア・マリニン17が、 羽生結弦が目標としている4回転アクセル 4A を日本で着氷し、再び世界の注目を集めたと報じたアイスショー、ドリーム・オン・アイスに出演するため来日中のマリニンは、個性新横浜スケートセンターでの練習の際に 4A を飛び、見事に着氷。本人はインスタグラムでその様子の動画を公開しており、周囲からは、お、と驚きの声が上がっている香港01の記事は、 ハニューファンは自分たちのアイドルがキャリア終盤に完璧な 4A を飛ぶ姿を見たいと思っているが、米国のマリニンには先を越すチャンスがありそうだと指摘。マリニンの動画について着氷はかなり安定している。パーフェクトに近い 4A を見た人々は驚きと拍手を禁じ得なかった。彼が練習で 4A を成功するのは初めてではないと報じた。また、 羽生について、北京冬季五輪でフィギュア史上初の 4A に挑戦したが、怪我を抱えたままのジャンプであり、着氷時に転倒。回転不足と判定されたが、公式の大会で初めて 4A が認定されたと伝えている。翻訳、編集、北田、羽生譲るがくれるサプライズ。それはまるで永遠になくならないチョコレートの詰め合わせ。中国コラム、中国のポータルサイト100度、ワイドに28日。 羽生結弦を好きになるのはどれだけ遅くても遅くはないとする。羽生ファンによるコラムが掲載された。以下はその概要、今年2月の北京冬季五輪以降、どうしてもっと早く羽生結弦を知ることができなかったのか、ファンになるのがどうしてこんなに遅かったのかと嘆く声をよく耳にした。4年前のぴょんちゃん五輪で初めて羽生のスケートを見た私も、同じ思いをしたぴょんちゃん五輪でのバラード第1番は、 私が一目で沼に落ちたプログラムだった。過去の映像を振り返る中で、彼を知るのが遅すぎた自分を恨んだ。なぜ名前を聞いた時にすぐに試合の映像を見ようとしなかったのか、と。もちろん、さらに大きな心配もあった。それは引退してしまうのではないかということだ。当時の私も、私と同じように、ょンチャン五輪で羽生を好きになった。無数のファンたちも、これほど豊かで、多彩で、 深く重厚な北京への4年間を羽生と一緒に歩むことができるとは思っていなかっただろう。北京までの4年間、彼はさらに精進し、成長し、殻を脱ぎ捨て、一つ一つの特別な瞬間を通じてどれだけの人を魅了してきただろうか。それは、仙台での祝賀パレードかもしれないし、2018年グランプリシリーズロシア大会で松葉杖をついて表彰台に上がった瞬間かもしれないし、 2019年世界選手権のエキキビション、春よ、恋でのリンクへのキスかもしれないし、同年のファンタジーオンアイスのマスカレードかもしれないし、同年のソチでのパリの散歩道かもしれない。羽生結弦を好きになった人はそれがどの段階であれ、自分はハマるのが遅すぎた。彼を好きになる最高のタイミングを逃したと思うだろう。しかし、一つまた一つと行われる演技で、羽生は遅くない。 いつからでも遅くないよと教えてくれるなぜならあなたは新しいポイントで永遠に彼を好きになり続けるからすでにフィギュアスケート界で十数年にわたり活躍してきた氷上のスーパースターが今でも登場するたびに新しいファンを獲得できるこの不思議な能力はどこから来ているのだろうかそれはおそらく人としてますます美しくなりプログラムがますます美しくなり技術がますます洗練されていくから もちろん、常に前進、向上していくという性格も理由だろう。今回の、ファンタジー・オン・アイスでの羽生の演技が示した精神、身体、技術、そして彼が生み出したフィギュアスケートの全く新しい表現形式を見て、彼が4ヶ月前に重い失意を経験し、深刻な怪我を負った人物だと誰が信じられるだろうか。ファンが北京五輪での負の感情を消化しきれていない中、羽生はこの4ヶ月で怪我を治し、 考えを整理し、独学でダンスを学び、表現に革新をもたらしたのである。腕を使ったより豊かな表現、ダンスの振り、ステップとのバランス、リンク内外の融合、その全てが人々を感嘆させた。羽生はこの4ヶ月の間にどれだけのものを見て、どれだけのことを学んできたのだろうか、こうしたサプライズは永遠に何層にも重なっていく。これが全てと思うたびに、羽生はまた魔法のように新しい自分、 新しい技術を見せてくれる。このサプライズはまるで開けても開けてもなくならないチョコレートの詰め合わせの箱を開け続けるようなもの。次の一かけらがどんな味なのかは永遠にわからないが、いつも少しだけ苦く、より多くの甘さを伴っていることをあなたは知るだろう。それは、羽生ゆずるを好きになるのは、いつからでも遅くはないという点からの贈り物。なぜならあなたは、より良い羽生ゆずるを永遠に見続けることができるのだから、 翻訳、編集。北田、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録を。